飛ばマルシェは、三重県鳥羽市鳥羽一丁目にある農水産物、直売所と郷土料理を提供するレストランを併設した商業施設。市が施設を整備し、地元の農業協同組合と漁業協同組合が共同出資して運営する、公設民営方式を採用する。町づくりと第一次産業の振興を兼ね、健康をテーマに掲げた運営を行うことで、 他の直売所と差別化を図っている、港オアシスと場を構成する施設の一つである。観光客と市民へのアンケート結果を受けて、ニーズの高かった直売所兼レストランとして、戸橋が整備し、伊勢農業協同組合と戸橋そべ漁業、協同組合の共同出資による、戸場丸市有限責任事業組合が運営を行う。設置根拠となる条例上の正式名称は、 鳥羽市の水産物直売所であり、その施行規則で愛称を鳥羽マルシェと定めている。市の施設であることから、鳥羽マルシェ有限責任事業組合は、指定管理者として、管理運営に当たっている。鳥羽市からの指定管理料の支払いや税金による、補填はない。鳥羽マルシェ有限責任事業組合は、JA と JF が3000万円ずつ出資して2014年に、発足した。 JA と JF が共同で事業に取り組む事例は、トバマルシェが日本初である。職員数は発足当初18人で、2016年に19人、2018年に21人に増加している。2016年時点では、JA と JF からの出向職員が2人ずつと、正職員4人という内訳であった。2018年の売上高は2億1600万円で、 内訳は、水産部門が8200万円、農業部門が7400万円、飲食部門が5600万円などとなっており、580万円の黒字であった。役委員会には、戸橋長が顧問として出席し、毎月1回の委員会には、戸橋農水省高課長らが参加するなど、行政の関与もあるが、意見提案の範囲に止められている。ミニエで、JA。 JF の共同出資による有限責任事業組合が運営するという珍しさから多くの視察を受けている。営業時間は10時から18時までで、水曜日が定休日である。この他年末年始休業がある。来客は午前に集中しているが、飛ばマルシェを食料品購入の場として、離島住民が利用していることから、帰宅時間の18時までの営業を堅持する。 方針である。レストランは昼食時間帯のみ営業し、テイクアウトコーナーは10時から17時30分までである。レストラン部分は14時の営業終了後、客が持ち込んだ食品を自由に食べることのできるイートインスペースとして開放される。農水産物は JA、JF の募集に応じた出荷登録者から入荷している。登録者は保険所の許可を得ていることを要件とし、 2016年1月時点で205人、2017年に256人にいる。入荷した農水産物は店頭販売されるほか、加工品にされたり、店内のレストランで調理されたりもする。出荷登録者は売上金だけでなく、販売動向など各種情報を店舗から受け取り、自身の生産活動に活かすことができる。 農産物は出荷登録者による委託販売の形式をとっている。農産物は登録者が自ら店舗に持ち込むか、JA の各支店へ持ち込み飛ばマルシェが支店まで集荷に向かうことで搬入する。集荷システムは高齢者や遠隔地の農家を支え、農産物の安定的な生産、供給を図る効果がある。飛ば市の主な農産物は玉ねぎ、いちご、オクラ、ナバナであるが、 山がちな地形で農業に適していないため、戸ば市の農家は、専業者が少なく、少量多品目、小規模経営で、家庭菜園的という特徴がある。自家消費に回る分も多く、収穫されないまま放置される、柑橘類もある。こうした、農業事情から、戸場マルシェでありながら、島市の登録農家が多い。農産物の扱いで最大の課題は、葉坂駅の対応であり、 JA の営農指導販売課が年間計画を立てるなどして協議を行っている。水産物は原則的に JAF が館内の市場の入札に参加し直接買い付けたものを店舗で販売する。JAF が入札に参加することで仲買人との買い付け競争を促進し漁価の向上を図ることを目的としているためである。市場から直送することで 魚価を高めつつも流通コストの削減により安価な販売が可能となる。JF が午前5時に東市島や上島で入札した水産物が午前10時の開店時に並び、午後2時の入札で仕入れた生しらすが午後3時には店頭に並ぶなど流通速度の短縮も実現している。一部の品目は許可が自ら店舗に持ち込んで委託販売することができる。 飛ば市の水産物は200種類にも及ぶが、多くは市外へ流通していき、地域住民が食べる機会が少なかった。飛ばマルシェは、以下の3つのコンセプトに基づいて運営している。より簡潔に、地場産、健康、伝統の産後で表現することもできる。また飛ばマルシェにとって、店舗運営は通過点であり、最終的な目標は6次産業化と地域に、 食の循環の仕組みを生み出すことである。店を利用する消費者は、トバマルシェをスーパーマーケット、土産物店、産直など人によって異なる認識を持っている。旬の食材を販売するというコンセプトを理解していない消費者からは、この前と同じ品がないという意見が寄せられることがあり、店側は情報の伝え方を模索している。離島へ渡る本土側の拠点である、 蕎麦マリンターミナルにも近いことから、離島住民は船に乗って帰宅する前に立ち寄る、食料品店として利用している。建物は鉄骨造り平屋建てで、床面積は732平方メートル、山本設計の設計、耐震の施工によって建設された。総事業費は2億5780万円で、総務省の地域経済循環創造事業交付金5000万円を受けている。 店内は農水産物を販売する直売部門、ビュッフェ形式で郷土料理を提供する飲食部門、生産現場の様子や取り組みを紹介する情報発信スペース、厨房や加工設備などを備えたバックヤードで構成される。先行開業をしている日本の他の直売所に比べると面積は狭いが直売部門、飲食部門、情報発信スペースの間で 相乗効果が期待されている。津の上がたは入り口は屋外直売部門は米や生花などの農産物、活魚や貝類などの水産物に加えて加工食品と惣菜を販売する。周辺の土産物店と競合しないよう菓子類の販売は行わない。JA と JF の共同により互いの強みを生かした売り場構成ができる。 客に食べ方を提案するだけでなく、魚の下処理も受けたまわる。運営母体の JA と JF はどちらも島市でも事業を行っていることもあり、島市で生産された農水産物も,も取り扱う。魚類は一部ずつ並べて販売し、売れ行きが良くないと、干物や練り物に加工して売り切る努力をしている。2017年の来店者数は13万4000人で、ある。 飲食部門は約50席を備えたビュッフェ式のレストランでソフトクリームなどのテイクアウト商品も販売する。管理栄養士を配置し、客の栄養士サポートや地域ならではの食べ方提案を行う。新鮮な素材を用いた料理を求めて地域住民を中心にリピーター客も多い。2017年のレストラン来店者数は2万7000人である。情報発信スペースは 市内各地での農水産物の生産の様子や工夫などを動画とパンフレットで来店者に発信する。このスペースの一角に企画販売スペースを設け、目玉商品の陳列や、戸橋と友好交流関係にある兵庫県三田市などの産品をイベント的に販売することがある。バックヤードには加工設備を設け、出来立ての商品を店頭に供給して、付加価値を高める。 屋外に設置された木製の椅子と机は三重県産ヒノキで作られている。鳥羽市は観光業を基幹産業としているが、阪神・淡路大震災以降、佐田浜から活気が失われていき、鳥羽一番街では一挙に8店舗が撤退し、隣接する鳥羽パールビルは、回収費用がかさみに2008年1月に閉鎖に追い込まれた。そこで市では、 鳥羽港町づくり検討会議を組織して、進行策を議論したが、結論を得ずして解散した。続いて2011年2月に、町内プロジェクトを立ち上げ、新たな町づくり政策を検討すべく、2011年に観光客へ、2012年に鳥羽市民へ、アンケート調査を実施した。この結果、鳥羽駅前に欲しいものとして、観光客からは、市場、飲食店、 市民からは地元の農水産物が安く手に入る場所が最も多く挙げられた。また、戸橋の観光は豊かな農水産物に支えられてきた側面があるが、日本の他の地域と同様に第一次産業の従事者の高齢化と後継者不足が課題となっていた。戸橋の第一次産業人口は2000年から2010年の間に32%減少し、 生産額も21%減少しており、農水省効果では、食の幸せ循環創造事業を打ち出した。この事業は6次産業化による第1次産業従事者の所得向上を図るとともに、食の安心・安全を推進することで、戸橋の魅力を高め、観光業への波及も期待したものであった。 里浜の活性化策と食の幸せ循環創造事業の方向性が一致したため、市では地場産品の提供と情報発信を行う施設を整備する方針を固めた。2011年8月31日に市が提示した中間案は、里浜第一駐車場の敷地の半分を利用して2階建ての農水産物直売所、足湯、カフェ、 バーなどが出展する建物を建設するものであったが、バー当たり的な財政の裏付けはあるのかなど批判が集中し、撤回した。その後市は農水産物直売所に絞ることとし、その運営にふさわしいと考えられる生産者団体、JA と JF に直売所設置に向けたワーキンググループへの参加を要請。2013年4月にはワーキンググループを準備室に移行し、 運営を打診した。JA は大手総合スーパーでのインショップ。JF は直販事業家による量販店との取引をすでに行っており、市の計画に賛同することにした。そこから市は JA、JF と1年半に及ぶ協議を重ね、直売所を公設民営方式とすること、運営に指定管理者制度を導入することを決定した。JA、JF は 共同組合の精神を共有することから、生産者の所得向上を共通の使命として、直売所運営に臨むことを決め、運営母体として一体となる組織を作ることを提案した。これが、鳥羽丸氏有限責任事業組合であり、JA と JF の共同出資により設立した。事業組合の代表には、JF の組合長が、直売所の店長には、 ワーキンググループの頃から参加していた JA の職員が就任した。なお、計画段階では、施設名を、佐田浜農水産物直売所としていた。公設の部分では、市が2億4000万円をかけて、近鉄賭場駅から徒歩2分の位置に、平屋建ての直売所を建設した。建物は2013年12月に着工し、2014年3月には、隣接する。 佐田浜東公園で集計工事が始まった。当初は2014年7月に開業予定であったが、設計変更が相次いだため工事が間に合わず、10月に延期することになった。しかし、飛ばマルシェへの出荷を見越して、すでに農家が夏野菜を栽培していたこともあり、夏休み期間の休日に、飛ばマリンターミナルでプレオープンイベントを開催した。プレイベントは、 農水産物や揚げ物やき物、弁当、かき氷の販売を行うもので、離島の市民に向けて、鳥羽マルシェをアピールするとともに、客の反応を見るマーケティングを兼ねるものとなった。これにより、若年層や観光客は揚げ物などの調理済みの食品、高齢者は農水産物の購入が多いことが判明した。2014年10月14日、鳥羽マルシェが開業した。開店当日は、 伊勢海老、アワビ、メロン、カキなど250品目を取り扱い、1500人が来店した。2015年1月22日、内閣府の地域再生計画に飛ばまる字を書くとした、食の幸せ拡大プロジェクトが採択された。開業初期は、来店客は多いものの、売上高は目標に届かないなど苦境が報じられたが、二千十七年に初めて黒字化し、 2018年も黒字を達成した。これに対して、蕎麦一番街では、蕎麦マルシェとの住み分けを模索する一方、相乗効果を期待する動きが現れた。2016年5月19日、第42回先進国首脳会議の取材に、訪れていた欧米のマスメディアを招待した歓迎版3回をレストランで開催した。同年10月には、 とば丸る市への副店長が独立し、島市で農産物直売所を開業した。ありがとうございます。